やあ、刹那圭介だよ。皆さん、年が明けて10日以上経ちましたね。みんな、仕事や勉学に勤しんでいることでしょう。年末年始の長期休みから明けて、仕事や勉学にまた再び打ち込まなくてならなくなると、心や体に鞭打ってしんどくなることでしょう。そんなあなたたちのために、こんなゲームを実況したいと思います。こちらです。生きてるだけで全肯定してくれるお姉さん！そうです。辛くなったら、お姉さんに癒してもらえばいいんです。早速会いに行きましょう。お姉さん。うわー、明るい。早速出てきてくれましたよ、お姉さんが。なんて名前なんだ、この人は。それにしてもさ、これ。えらいさ、体のラインピッチピチなんよな。着とる服何の素材でできとんだろうなってぐらいビッチビチでさ、これ、お胸の形とかすっごいくっきり受け取っとるしさ、どんな服着てんのって話だよ、こんな。ふふ、お姉さんに会いに来てくれたね。そうなんですよ。とにかく生きてるだけなんですけど、ただ生きてるだけなんですけど、肯定してほしくて、褒めてほしくて、来ました。お姉さんも君に会えて嬉しいよ。お姉さんに会いに来てくれて、偉い！そうでしょ？お姉さんに会いに来ただけでも少し労力使ってるんですよ。偉いでしょ？それで、今日は何を話したいのかな？あ、こんな感じでいろんな選択肢で話ができるんじゃ。毎日が忙しいんですよ。俺の手元はさ、結構遅い時間まで働きようところだけどさ、働き方改革でちょっと早く帰れるようになったと思うものの、体力仕事やし、結構しんどいことが続くんですよ。今日も一日お疲れ様でした。やべえ。今日も確かに仕事でお疲れ様でしたしてきたけどさ、めっちゃこの言葉が身に染みるんですけど、心に染みるんですけど。毎日忙しくて大変だね。よしよし、ふぅん！でも、毎日が忙しいってことは、それだけ頑張ってる証拠。君が頑張り屋さんのことは、お姉さんは知ってるよ。あ、なんで知ってるんですか？なんで知ってるんですか？おいら初対面ですよね。ねえ、なんで知ってるんですか？俺の部屋にカメラ仕掛けてるんですか？頑張ってる君はすごいよ。えらいえらい。ひぃー！でも、あんまり無理したらダメだよ。もし君が倒れたりしたら、お姉さん、悲しいよ。お姉さん、俺の何を知っとるか知らんけど、悲しいんか。悲しいのか、お姉さん。無理できませんな、これは。今日はゆっくり休もう。ご飯を食べて、お風呂に入って、ぐっすり寝よう。そうすれば、明日は元気になれるよ。忙しいから、そんなことできないって。そんなこと、そんな時は、深呼吸するだけでも効果はあるよ。ほら、お姉さんの近くで深呼吸してみて。気持ちが落ち着くはずだよ。ガチで深呼吸してみたわ。割と落ち着くな、深呼吸って。あーし、お姉さんもやってる。ほら、心は落ち着いたでしょ。深呼吸するのは大事。なんだ、ピコピコピコ。ベルが鳴ったね。もうすぐお別れの時間だよ。なんだ、そのシステム。なんか新手のキャバクラか、これは。3分何円とかいう、超短縮時間のキャバクラか、お前。追加お願いできませんか？延長お願いできませんか？いくらですか、延長料金。お願いします。お姉さんに会いたくなったら、いつでも会いに来てね。私はここにいるよ。明日も、生きようね。どこだ、この世界は。そもそも。どこなんや、この世界は。明日と言わず、すぐに会いに行くぜ、2回目。ふふ、
今日もお姉さんに会いに来てくれたんだね。お姉さんにとってはさ、次の日っていう設定だろうけどな、残念ながら、いや、数秒後やからな。俺にとっては数秒後の話やけんな。お姉さんも君に会えて嬉しいよ。お姉さんに会いに来てくれて偉い。そうだ、会いに来ただけで偉いって言ってくれるぞ、お姉さんは。偉いって言ってくれる敷居が低すぎるよな。低すぎてさ、段差になっとうかなってないからレベルないよな。うん。それで、今日は何を話したいのかな？なんか偉い増えてる。選択肢偉い増えてる。しかも割とダークなもんがある。ああ。やべえ、選択肢選びたい、いろいろ気になるけど。けどさ、みんな、癒されたよな。シンプルにお姉さんに癒されたよな。うんうん、お姉さんに癒されたいんだね。嫌なこと、辛いことがあったら、無理しないでお姉さんに言ってみよう。俺、お姉さんだ、その、ピチピチボディ見てたら、ちょっと興奮しすぎて辛いっす。どうにかなりませんかね、お姉さん。お姉さん。具体的な解決はできないんかい。聞くだけだったわ。あ、でもさ、人に聞いてもらうって大事よな。自分のちょっと困っとるところとか、強いことってさ、他の人に吐き出した方がさ、楽になるときってあるってやるな。やけんさ、具体的な解決はできんでも、聞いてもらえるってだけでもありがたいと思うよな。そうだ、お姉さん。そうだよ、お姉さん。具体的な解決はできないけど、お姉さんが癒してあげるよ。ほら、こっちにおいで、密着。うわ、近づいた。距離近い。近いってほど近いわけでもないな。こっちにおいでって言われてきた場合ではそんなに近づいてない気がするな。まあいいや。よしよし。でもよしよしが来ているよ。え？お姉さんのそばにいると安心する？うん、よかった。もう少しお姉さんの近くにいていいよ。毎日生きるだけで偉い。君は生きていればそれでいいんだよ。偉い偉い。君は何もしなくてもいいんだよ。ただ生きていればそれでいいんだよ。こうやってお姉さんに癒されていればいいんだよ。やべえなこれ。お姉さんになんか。お姉さん癒しなってもらえよ。ニートみたいになってるわ。まあ、月1万ぐらい渡されてこれで遊んでいいんだよとか言ってくれようかな。なんかそんなゲーム過去にやったことある気がする俺。やったことある。別のゲームやけど、全然作者違う人やけど。あ、また終わった。いや、毎日毎度毎度短いんよ、制限時間が。もうちょっと30分何円とかさ、60分何円とかいうシステムした方がいいと思いますよ。ベルが鳴ったね。もうすぐお別れの時間だよ。お姉さんに会いたくなったらいつでも会いに来てね。私はここにいるよ。何なんだろうこれ。お母さんと一緒の一つのコーナーなんかな。3分ぐらいで終わるコーナーなんかなこれ。明日も生きようね。お母さんと一緒なんこれ。ね、どう考えても対象年齢がすごい高い年齢のお母さんと一緒やな。30代40代向けのお母さんと一緒なんやからこれ。2回じゃ飽き足らず、節田圭介は3回目の門をくぐるでした。また来たー。ふふふ、今日もお姉さんに会いに来てくれたんだね。おいこれ。お姉さんは空気読んでね、3日目っていう体で喋ってくれますからね。2日目からね、数秒でここに来たんですけどね。お姉さんは大人ですからね、そういう空気を読めるってところがあるんですね。お姉さんも君に会えて嬉しいよ。お姉さんに会いに来てくれて偉い。3回目ですけどね、今日。今日3回目会いましたけどね、これ。それで、今日は何を話したいのかな。選択肢がえぐいよな、この人。ちょっとこの人選んでみようかなって思ってくるんやけどな。そうやな、お姉さんに会いに来てくれるっていうか、この動画見てくれる人の中にはさ、いつ生きるのが辛いと思ってネットに逃げてきてる人がいるんだろうなって思うんで。いないとは言い切れないよね。いないとは言い切れませんよね。そんな人のために生きるのが辛いという質問を投げかけたいと思います。そっか、君は生きるのが辛いんだね。いいよ、
正直に言ってくれてありがとう。弱音を吐きたいときは素直に言うのも大事。生きてるとそんな日もあるよね。大丈夫、お姉さんがついてるから安心して。お姉さんにそばにいると落ち着くでしょ。だからもう少しお姉さんのそばにいてほしいな。接近タイム、接近タイム、接近タイム。もうちょい接近したいけどここまでか。でもそうされてさ、たまらないな。おさごりは多分気にしないだろうな。おさごりしたら罰金でさ、強制的に店を追い出されるんだろうな、これ。よしよし。君は存在するだけでいいんだよ。存在するだけでって言い方されてるからな。生きてるだけでじゃないからな。君は誰かに必要とされて生まれてきたんだよ。人間は誰でも誰かに必要とされている。少なくとも私は君のことを必要だと思うな。どうしてどうして俺あなたのために何かやったことがありましたっけ。生きてると辛いことも多いと思う。それでも君には生きてほしいな。あー時間が早く、なんかさ1日目2日目よりもなんか時間短く感じるんやけど、やばい、俺お姉さんに興奮しすぎて時が流れるのが早いかもしれない。ベルが鳴ったね。もうすぐお別れの時間だよ。お姉さんに会いたくなったらいつでも会いに来てね。私はここにいるよ。明日も生きようね。はあ、癒してくれたな。ところでさ、このゲームの説明文にさ、あのフリームの、あのゲームの説明文にさ、なんか気になることがあったよな。何でもさ、4回目のプレイはおすすめできませんな感じで言ったけどさ、これ4回目なんよな。どういう意味だろう、お姉さん。なんか意味深なこと抱えてませんか。まあ、俺はそんなこと関係なく4日目っていう体でね、まだ来るんですけどね、なんか、ウィンドウがかかってる。あれ？なんか雰囲気変わっちゃうぞ。なんかマリッチブルーな雰囲気になってきてるよ。背景が謎の海みたいな感じになってますけど。私にも、なぜ生きなきゃいけないのかわからない時期があった。なぜ人間は生きなきゃいけないのか。死んだらダメなのか。え、どうした、いきなり。いきなり哲学話し始めてきたぞ。その答えが最近になってわかった。人間が生きる理由、それは搾取されるためだ。生きている人間はカニになる。昔は労働力として、今は購買力として生きている人を求められる。産業革命によって生産量は大幅に増えた一方で、それを消費する人間がいないと企業の利益にはならない。人は生きているだけで金を使う。食料、衣類、交通、医療費、その他数えきれないほどの使い道。これらのものやサービスを消費するために人は生かされているのだ。どうしたお姉さん。世の中の真理みたいなところにたどり着き始めてきたんやけど、お姉さんが。またこうした経済活動によって政府は所得税や消費税などの金を得ている。最近は社会保障を目的とした徴税が多い。社会保障に反対する人は少ないし、いたとしても冷酷な人間というレッテルを貼られて糾弾できる。とにかく企業や政府に搾取されるために人は生きている。ただ最近は普通の人も他の生きている人を搾取しているのではないかと思うようになった。どうしたお姉さん。お姉さんがちょっと突拍子もないことを言い始めてきた。昨日までのお姉さんじゃないよ。ディスカウントスカーで買う客は低賃金で製品を作ったり販売している労働者を搾取している。保険制度で医療を受ける老人は保険料を納める無関係な若者を搾取している。子供を愛する親さえも子供を愛玩対象として搾取していると言える。言えないね。そこまで考えすぎだよお姉さん。お姉さんさ、子供を作ったことないでしょ。ほんまに子供作ったらさ、ほんまに愛すべき対象として見るからな、お前。俺子供作ったわけじゃないけどさ。作ったことないけどさ、
もちろん親に世話をされる子供も親を搾取して、マジで俺そんな目で見たことないな親のこと。もちろん私も例外ではない。私も他人を搾取している。あ、今日も来てくれた。私自身が意外と生きていいと思うための搾取対象が来た。俺のこと俺のこと搾取対象だと思ってるんすか。やめてよね、なんか嫌な感じに思えるわお前。生きていることを全肯定する褒め言葉、それと相手を受け入れる買い初めの優しさ。適当に生きていることを肯定してあげれば相手は満足してくれる。こうして満足する相手を見て私は自己肯定感を得てるのだから。まあ、そんなお姉さんも割と好き。